はい、どうもこんにちは。アサヒガニさん、片目だけ今出してますね。さっき両目出してたんですけどね、だいたい目出してる時ってお腹空いてるんですね。ちょっとね、このエビで釣ってみたいと思います。エビの匂いでね、ピロピロって触覚のとこに、おお、来ましたね、来ましたね、来ましたね、すごい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 、やっぱお腹空いてましたね。これね、食べるの早いんすよね。ちょ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 、もうなんか半分ぐらいね、口の中入れてね、もうだいぶ食べましたね。半分以上食べちゃいましたね。口がでっかいんですよね、結構。はい、食べちゃいました、もうね。これ2個目どうですか、これ。はい、来た、はい、来た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 、かい、かいね、かいね、はいはい、うん、これ十分、そう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 、ちゃんと手で持って食べてますね。ほんと食べるの早いですよね。カラッパさんよりも全然早いですからね。ちょっともう一個あげてみましょうか。さすがに3つ目は食べないと思うんですけどね。どうですかこれ。あ、うん、食べる、食べます。あれ、どこ行った、うん、ちゃんと見つけて食べてますね。あれ、いらない、いらないですか。ポンって投げて、ん、そっちまずいっすよ、まずいですよ、それ。行き過ぎるとカラッパさんに当たりますよ、それ。ねえ、ねえ、大丈夫ですか。え、ほら来た、ほらほら、当たってる当たってる当たってる、ほらほら当たってる当たってる、ほら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 、なったじゃない。ねえ、カラッパさんね、ん、あ、じゃあカラッパさんにもね、餌あげましょうかね。ちょっと待って、おカラッパさん、カラッパさんのアサヒガニさんが食べ残したエビ見つけましたね。よかった、よかったね。え、おいしいでしょ、それ。ね、ちょっとね、もう一個カラッパさんにあげようと思います。今のでは少ないんでね。じゃあね、カラッパさんにはね、アサリもあげますね。アサリね、はい、おお、アサリ好きだもんね。おお、すごいすごい、あ、アサリ先に食べ始めましたね。あれ、いらないですか、これは。エビはアサリの方が好きですか。うん、なんかお腹空いてるみたいですね。一昨日さ、あげたんですけどね、2人ともに、アサヒガニさんにもカラッパさんにもあげたんですけどね。なんか食べてます、かじってますか。なんかコロ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 口のところで転がしてるだけじゃないですか。あ、もしかして食べ、いつも私、あのアサリ半分に切ってあげてるんで、もしかして食べにくいのかもしれないですね。全く今回切り込み入れてなくてね、丸々1個あげたんでね。あ、でもなんか一生懸命ちぎろうとしてますね、口のところでかじってね。うん、ちょっとね、あのカラッパさん、あんまり見つめてると食べなくなったりするんで、このまま、あのちょっと待って、後でまた見に来ようと思います。このね、エビが気になるところですけどね、エビも後で拾って食べてくださいね。そんな感じです。はい、しばらく経って見てみました。カラッパさん、ちゃんとあのエビも食べたみたいですね。周りに何も残ってないんでね、だいぶあのアサヒガニさんと近接して砂に潜ってますけどね、うん、美味しく食べてくれたと思います。そんな感じです。